天文11年12月26日、虎の年の虎の国、一人の男子が誕生した。後の徳川家康である。慶応院様。して。男子をあげさせられましてござります。そうか、男子か。この年、武田信玄は22歳、上杉謙信13歳、織田信長は9歳、後の豊臣秀吉はしなびて赤にまみれたまだ7歳の小わっぱである。海を隔ててみれば中国大陸は明の時代、ヨーロッパではイギリスがフランスに侵入した西暦1542年、西も東も同じ戦国の風雲に包まれた441年前のことである。竹千代と名付けられた家康の生まれた岡崎は、織田今川という二大強国に挟まれた弱小国である。そして時は乱世、軍友は割拠し、互いに領土拡大を狙って戦に明け暮れる時代でもある。織田方から嫁いできた母織田、今川はこれを見逃すわけはなく、今や岡崎は織田か今川かという厳しい選択を迫られていた。いや、奥方様にはご病気どころか日々ご機嫌うるわしなれば、あのお顔の色は何としたことじゃ。病中ゆえごめんこうむりまする。お屋敷様、強国今川からの命令は、夫広忠との離縁を竹千代の母織田に迫ったのである。戦国の世を冷静な目で見ている二人の男がいる。一人は竹之内波太郎、後に信長と家康を助けて天下統一に力を貸した男。もう一人は瑞風、後に家康の政治顧問となる天下一僧正である。おなごには何のとがもない。気に疎いやつは嫌いじゃ。お大様だけはこの波太郎が切らせはせん。さてこそ、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。お大の兄水野信元、お大に味方する彼は離縁され、帰ってくる妹お大の家臣たちを打ち果たす密命をお大から受けていた。無意之助、明かり出ましたござります。お代を送って一歩でも我が領内に踏み入る者あれば許すな。10人入れば10人切れ、100人入れば100人切れ。広忠との離縁が決まったお代は、旅立ちの日まで監禁の身となっていた。お屋敷は何をなさったか。そのままさりげなくその場で母の独り言を聞くように答えてはなりません。この母もの前の夫と離れ子と別れるその時に、心の底から愛おしがられた、そう思うことが救いであった。夫婦の縁は断たれても、
母子の縁は断たれぬものじゃ。そなたがいなくなってもこの馬場は岡崎に残っている。竹千代はこの馬場がじっと見守っているほどに堅固でも。母様、もうこの世でこれ限りお目にかかれぬのでございましょうか。別れの朝が来た。屋敷様、屋敷様、おいどうしよう。この時、竹千代3歳。戦国乱世の無情がゆえに、別れねばならない母と子であった。竹千代、これがそなたとこの世で会う最後の日。なれどそなたにはこの母を見覚えておることはかなうまい。人前では涙をこらえたお大も、腰の中では思うさま泣いた。矢作川を渡れば秋である。おめでたも少しおります。皆の心づくし大は生涯忘れませんが、これより先は敵地ゆえ皆とはここで別れます。何を仰せられる。刈谷の城までお送りいたすが我らの役目にございます。その志わらわよりも竹千代に注いでほしい。はて、いいなことを仰せられる。その竹千代君のご聖母ゆえ我らは万一を心配して。いえ、ありませぬ。刈谷の兄の気性はこの代がよく知っています。激しい方と申しましょう。あれほどの不幸の者どもを一時の悲しみで敵地へ連れ込み、むざむざと命を落とさせた迂闊な母と言われましょう。用心は先にするもの。刈谷の兄と竹千代とはお遠い。この間に恨みの種を残さぬよう計ろうのが大の務め、大の頼みじゃ。聞き入れて帰ってたもの。この年で何と向かっていたものよ。お屋敷様。時は過ぎ、天文16年。この年、竹千代6歳。岡崎の四つには打ち死んじゅう。サムシティ、若の小馬戦じゃ打ち死に恐るな。サムシティじゃ。ええ、ちょっと手荒に過ぎぬか。なんの、
首打ち取られてからでは何を言うても間に合わん。じゃあと言ってこれでは小姓どもの生傷が絶えぬ。それぞ不変者の証。若君を街道一の武将に育てることが。だが弱小国岡崎が生き残る道は強国今川の助けを借りるしかなかった。七には竹千代を使わす。竹千代君はご着手にござりまするぞ。着手ゆえ世に双心なき証として今川へ使わすのじゃ。なりませぬ。竹千代様は我ら岡崎氏にとって大事な望みの妻じゃ。若君を七に送るほどなら我ら七回生まれ返ってでも必ずや暗礁の城は奪い返してみせるわ。黙れ。世が松平党の当主ぞ。世の決定に服とあらばいつにいても暇をくれてやるわ。殿、あまりのお言葉。我ら不その代よりこの岡崎に仕えるもの。言うな。殿、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 世とて人の子の親じゃ。胸中察してくれ。殿。まだいたいけない竹千代にとって人質という運命の試練はあまりにも過酷なものであった。ご立派ご立派。道中ご機嫌よろしゅうな。そなたのこたびの旅は一門とこの城とを救うための大事な使者じゃ。はい。父はそなたに礼を言いたい。そなたを送るとき、この父は自分の無力を恥じてこうしてそなたに頭を下げる。父上様。岡崎を出発した竹千代は一路今川への道を進んでいたのだが、何者か。我らはその腰をはるばる尾張から迎えに来た者。だからご助勢を。いずれは人質になるからだ。ガツに抜いて命を落とさせるよりここは素直に渡して無事を祈るのが得策ではあるまいか。ぬはかったな。獣か、参れ。おお、勇ましいの。驚かせて相すまん。だがそしたちには危害を加えぬゆえ勘弁せよ。織田方の頭目はその方か。竹の内波太郎、天下は織田のものと確信していた彼は竹千代を今川へ渡すまじと人質略奪を企てたのである。竹千代に付き添ってひとまず尾張へ渡り陽君の行く末を見届ける気はないか。ない。と言ったら何とする。やむないことだ。切って捨てる。竹千代殿を今川家へ送ることは松平党が自滅の道を踏むことだ。もし竹千代君の身に必ず間違いはあるまいな。大切な七じゃ。美容美容。松平殿の心意気じゃ。竹千代は波太郎の手で織田信秀のもとへ送られた。まるで木の葉が風に舞い散るように人任せにもてあそばれる竹千代の運命である。
明智を織田に奪わるの知らせを受けた母お代は、織田の城のある名古屋へ向かった。今は竹に嫁ぎ、織田方の武将久松佐渡の妻となっている。腰の中の女子は誰じゃと聞いているんだ。これ武蔵安、近寄るでない。おお、わしの問いに答えんつもりか。九六、下ろしてたも。深津様、ご心配なく。ご城主信長様じゃ、はよ。元服したばかりの織田信長、手のつけられぬうつけ者と尾張中の評判を呼んでいた。久松佐渡が妻女でござりまする。世はおもとを覚えてる。よし、取れ。それで、おもとはわしに何を土産に持ってまいった。はい、母の心、それ一つでござりまする。よし、くれ。差し上げまする。お受け取りを。差し上げまする。母の心をお受け取りよ。確かにもろうた。じい、余はこの内儀を11歳の時に見初めた。これはこれは。それゆえこれから世の後を追わせる。腰の支度をしてやれ。いずれお出かけ。とぼけるな、じい。熱田じゃ。信長はお代の頼みを聞き入れ、お代を竹千代のいる熱田に連れて行った。竹千代。なんじゃ。お主、俺が好きか嫌いか。わからぬ。どうしてわからん。信長はみんながうつけ者というえ、考えているところじゃ。こせがれめ。そちは母上を覚えておるか。おらぬ。相当ないか。決まったことは尋ねぬがよい。お主、この信長がお主の切られぬように計ろうとやっても好きにならんか。好きになってやってもよいわ。そうか、ではまた会おう。またな。織田方の人質として囚われの身である竹千代に、母と名乗れぬお代である。一方、岡崎では。ごめん。あちや。お家のため。殿。父広忠は家臣岩松八也に暗殺され、会えない最後を遂げていた。我ら駿府よりの大の援軍到着を待って弔い合戦をつかまつる。武装には竹千代様ご騎乗の後と心得、それまでは心で静かにご冥福を祈るよう。ご重臣方に伺い申す。
明千代様ご騎乗とはどのような策があってのことでござりまするか。策はない。酒井殿、策はなくても我らには岡崎との団結がござる。こうなっては三河のお人よしめと今川に思い込ませて剣馬の労を取っていく。松平家中一党鬼になって戦えば武志代君だけはとにかく織田から取り戻せよ。よいか、今や岡崎の運命は大鷲につかまれた駒と、もしあがいたら一挙に命を縮められる。どんな無理を言われても一切忍従だぞ。さげなければ竹千代様のお身が危うい。無理な反抗は一切やめて、さすがは岡崎家、我慢強さは日本一。その日本一を心に刻んで我慢してくれ。よし、わしゃ今日から犬になる。今川の城代に送って生きてやる。よいか、皆もいるじゃぞ。いるの家族じゃぞ。忘れるなよ。我らには竹千代様がござる。後がござるぞ。後が。もし竹千代が織田から取り戻せるとなれば、次に竹千代が行く先は今川の駿府である。駿府にあって竹千代を陰ながら見守ろう。祖母慶応院は人質竹千代奪回を祈りつつ駿府への道を急いだ。いよいよ戦でござりまするな。三月以来満を持したる大地ゆえ、こたびは激しい決戦になるであろう。はい。やはり私には三階に家はなかった。刈谷の城も岡崎の城も。竹千代奪回のために岡崎党は必死に織田軍と戦った。そして壮絶な戦いの末ついに勝利し、竹千代は駿府の今川へ送られたのである。そして天文18年暮れ、竹千代は駿府の人質館に到着した。おばば様、ひっそりと迎えたのはこの館の隣に庵を結び元王にとだけ名乗っている祖母の慶応院である。そうそう、岡崎の竹千代が参っていたの。はい。そして天文19年元旦、駿府御所年賀の宴である。はい。新年おめでとうござりまする。おお、よい子じゃよい子じゃ。熱田はどうであった。そなたもな、祖父清康のように強うなれ。おつる、竹千代に通そう。はい。どうじゃ竹千代、そなたこのおつるを嫁にするか。はい。はいと申すと嫁にしてもよいというのだな。御所様の仰せとあればやむを得ません。やむを得ないと申すと是非にも欲しいというほどではないか。はい。ではこの姫はどうじゃ。美しい。そうか、おかめの方が美しいか。はい。うん、気に入ったらいつかおもとに取らそうかの。はい。うん、下がってよい。はい。これ若、お席はここでござるぞ。お席は
白い。これは肝に毛が生えた小わっぱじゃ。それは駿府御所始まって以来の珍事であった。臨済寺、人質竹千代の修学の場である。そしてこの寺の住職摂斎禅師が心の師であった。はい、論語の孔子様。そうじゃ、その方の弟子がある時、政治とは何でしょうかと尋ねた時、孔子様はこう答えられた。よいか、およそ国家には職と兵と信がなければならんとな。すると弟子がまた聞いた。国家がその3つを備えられない場合にはどれを捨てたらよいでしょうかと。よいか、食は食べ物、兵は軍備、信は人と人との信じ合いじゃ。さて、おもとであったら何と答える？食と兵と信。兵。なぜ兵を捨てるのかの？はい、人は食がなければ生きられませぬが、槍は捨てても生きられまする。ところが弟子がまた聞いた。残った二つのうち、どうしても一つを捨てねばならぬときはどちらを捨てたらよいでしょうかと。竹千代なら、食と信とではどちらを捨てる？信を捨てませる。食がなければ生きられますぬ。が、孔子はそうは答えなかったぞ。すると、食を捨てよと言われましたか？そうじゃ、食と信ではまず食を捨てよと申せられた。信じ合う心というより信じ合えるがゆえに人間なのじゃ。信がなかったら獣の世界。獣の世界では食があっても争いが絶えぬゆえ生きられん。さあ、今日はこれまで。天殿と一緒に戻ってな。諸侯に礼の挨拶に回るがよい。はい。さあ、やってこい。駿府へ来てから4年目。この秋、竹千代は12歳に成長していた。手が飲み方や、あやうし、急げ急げ、そりゃ、それこい、そりゃ、そりゃ、こい。なんじゃお主のその貧弱な体は。わしょにわしょ。人間はの、自分の体ぐらいは自分で作らにあいならんぞ。ケチな体にはケチな根性しか宿らんもんじゃ。おお、その息よ。よし、中軸じゃ。上がれ上がれ。そりゃ。遠慮はいらん。さあ、地高前で。おもとも知っておろうが、おもとの家臣どもはたびたび世のもとへ所領とおもとを返してくれと嘆願してくる。返さぬとは言わぬが、それにしても世の行為のわからぬやからじゃ。恐れ入りましてござります。そこでな、世は過分の行為を見せてやることにした。おもと、おつるを妻に迎えぬか。そうなると思うとも世の老いじゃ。突然言われた吉本からの難題だが、人質の身には他に答えようがなく、多感な竹千代の胸は騒いだ。守り通せる武将と見るまでは手元へ置く。よいな。はそして新たなる試練が竹千代を待ち受けていた。祖母慶応院が危篤に陥ったのである。泣きやるな。ばばは土へ戻るだけ。泣いてはなりませぬ。ばば様。よいか、必ず母はそなたのために、そなたのために何かよいことを考えていられるゆえ。母が竹千代のために。ばば様、それは
敵の武将として母の居城を攻めねばならぬ時が来るということでございまするか。竹千代殿、それを探る手立てが大切。はい。織田と今川との戦いに身動きできぬ義理を作らず、生き残る道をくれぐれも。母亡き後の母であった祖母慶応院は今ひっそりと世捨て人のままこの世を去った。竹千代の将来に心を残していった慶応院だが、竹千代は次の大きな試練を受けなければならなかった。若、ただいま臨済寺より密かなる使いが参って、節斎長老には美容とか。何、ご病気と。長老様、ご病気いかがでございまするか。知らん、冬が来たのじゃ。そこでな、春の誓いをもとに命の種、志の種を残さねば相ならぬ。はい。ところで、わしが死んだらどうなる。よいかの、御所は必ず京への出発を取り急ぐ。わしの死に促されてことを急ぐ。急ぐ戦とならば、大軍を要して敵を下押しに押し切らねばならぬ。その第一陣は無論おもとじゃ。その時は竹千代、おもとの妻は駿府にいるのじゃぞ。妻があれば子もできよう。その妻子を人質に取られたままで残死を迫られて、さて元は何とする。ここでご返事申し上げねばなりませんか。わしがなぜこのような宿題を元に残すか。わしがなぜ御所より先に元を枕辺に呼び寄せたかわかるか。節斎が義元よりも深く自分を愛してくれているのが竹千代にははっきりと身にしみた。戦乱を鎮める仏の道を行く者として、その悲願を伝えようとする厳しく高い愛であった。長老様、今お答えいたしとうございまする。竹千代は妻子を忘れて対局をにらみまする。それが御仏の二つの誠にかないまするならば、潔く切り死にするが、その反対と見て取ったら、たとえ御所の命なりと断固これを退けまする。どけ、思い上がった小間物め、もう一度申してみよう。何度でも申しまする、たとえ御所の命なりと。竹千代、おもとはどうしてそう知らぬことを簡単に口にする。おもとはまだ妻も子もいまい。最初はそのようにたやすく
忘れうるものならば世間にその苦悩は一切ないはずじゃ。おもとの母は阿久比の城からおもとの無事を祈って心を通わせてくる。これが母の心じゃぞ。それをやすやすと、それをやすやすと立つは天地の心への反逆じゃ。御所がそれを許すと思うか。お許しがならない。よいか、誤った空ではわしの魂は救われぬ。おもとの身も滅ぶ。そして地上の修羅もいつまでも続いてゆく。封じまする。必ずお許しを。よい。これがお別れでござりまするか。いや、来る春からはおもとの体にわしの目を隠すのじゃ。体をいとえよ。はい。それは団長の思いの別れであった。竹千代が駿府で人質生活を送る頃、ふるさと岡崎はすでに松平家のものではなかった。今川の増兵たちは家に押し入り、略奪暴行の限りを尽くした。主なき岡崎の人々にとってまさに忍従無限の時代である。時は移り、弘治3年正月、先に元服を得た竹千代は名を松平元信と改め、瀬名姫との婚礼を目前に今日も日課となった鍛錬に出ている。春、元信はその周囲にいくつもの不安の種をまきながら、今川義元の命、関口刑部の娘瀬名と結婚した。そしてこの結婚により元信は今川義元からようやく岡崎墓参が許されたのである。だが我がふるさとへ帰っても城に入れぬ城主である。人々の喜びが分かれば分かるほど元信は切なかった。申し上げておりました。
苦労をかけた。この通りさ。殿、お手をお上げください。渡りの里忠義の屋敷を元信が訪れたのはその翌日である。いざお入り。このおびただしい銭、これは一体誰のものじゃ。殿がご議場の時には戦、戦の時に一番大事なのは軍費。その時になって慌てて取り立てては領民の背後に恨みが積もります。まず銭を積み、武器を備え、次には兵糧を整える。これは殿初陣の用意にござりまするぞ。間の勝手も約2000貫を借り取らせてござります。じ、一つだけ聞くぞ。仰せなされませ。何でござります。じいが屋敷にこれを蓄えたは、相手に気づかれた説には、一人で悪名をかぶる気であろう。おお、そこまでお察しくださる殿になられましたか。元の場は良い家人をもって幸せじゃ。この通りじゃ。殿、大将というものはそうやたらと頭を下げるものではございません。殿、父上、大事出退。酒井歌之助殿が駆けつけられましたぞ。織田信長、大高城に仕掛けたそうにござりまする。これは今川の上洛を阻止しようと義達と目計ができたのではございますまいか。ことによると、これがこのまま大きな戦いの口火になるやもしれぬと思うて。殿、これを機会に織田に当たるため、このまま城にとどまりたいと今川に申してみてはいかがでございましょうか。信長の挑戦は新たなる波乱の幕開けである。元信は急ぎ駿府に引き返したのである。新年早々終わりの信長め、おこがましくも上洛を宣言したそうな。そろそろ余も腰を上げねばなるまいと思うての。はい。その折はその方に余の上洛戦の先陣を申し作るつもりじゃが、その前に小手調べとして初陣を差し許す。まず手鍋へ仕掛けよ。ありがたき幸せ。信長勢に人は吹かせて、さすが松平清康が孫、この吉本がおいと名を挙げねばあいならん。心いたしまする。そちの家中にはいまだ織田に心通じる者があるやに聞く。先陣申しつけた元信がそれら家人に操られ、尾張勢と手を結ぶことがあっては大事の上洛に傷がつく。裏切った折はどのようなことになるか。裏切りなどもってのほか。初陣に先立ち元信、お願いしたき儀がござります。松平元信、あくまで織田と戦うた祖父清康の武功にあやかって元康と改名をいたしとうござりますれば、何とぞお許し願わし。元康か。うん、あっぱれなる心がけ、武功に励めよ。はい、かしこまりましてござります。ま、勝つも負けるもこれ時の運だが、その前に岡崎栄保さんがかなって何よりだったの。御坊、
奥が身ごもった。それはそれは。生きるためにはまず相手を倒さねばならん。この戦乱の世になぜ子は生まれてくるのであろうか。岡崎の地を踏んで切磋長老のお言葉が切々と我が胸に迫り申した。私を縛るものはただ一つ、岡崎に残った家臣たちの今日までの堪忍じゃ。駿府の城下を離れた刹那、妻も思わぬ、子も捨てる。それから先は戦うのみ。勝敗や生死のことが人間の力でどうなろうぞ、ご坊、私はあるいは運が良いのかもしれん。運なくば6歳の折潮見坂で殺されていたりもしれん。また熱田にいた折も人質交換の輪にはならねば首をはねられていた。それが今日まで無事におるは、私に何かを天が期待しているのかもしれん。成長したの、お主。では初陣の武運を祈ろうか。ところでの、これなる御陣はその潮見坂でお主と関わった熊の若宮じゃ。かすかに覚えております。わしはその昔お主の母子と戦いのない日の一日も早い将来を誓いおったことがある。くれぐれも用心して生き抜くことじゃ。小手調べの初陣と義元は言った。しかし力不足と見れば叩き潰せと信長の命令が飛んでいる。勝利か切り死にか、行く手にパックリと死神が口を開けて待っている初陣である。元康の働きは目覚ましかった。武勇でなる祖父清康を彷彿させる見事なまでの初陣である。大義、大義あるか。おいでなされませ。お出迎えもいたしませず。やりよったぞ、竹千嫁が。あやつまずまずは初陣を飾りよった。恐れ入りましてございます。恐れ入らずに聞け。初陣とはな、形だけ見せればよいものじゃ。それを何ぞや。我が織田の手勢を野戦の演習代わりに使いよった。だが手加減するはこれまでぞ。世の眼目は義元の上洛戦じゃ。この大軍を迎えた時、わしは乗るかそるかの一戦に出るという点、無論ただ敗れる信長ではない。はい。ただしその時の先鋒は必ず竹千代じゃ。はい。よって岡崎の大人どもに、この信長竹千代を敵とする意志のないことをしかとつけておけ。これは御身と世の約定じゃ。その元康が駿府に戻ると男子が誕生していた。だが生まれたこの子が這って立つまで自分が生き残れるとは思えなかった。瀬名、ご苦労であった。永禄3年5月、4万の大軍を率いた今川義元は上洛の途に着いた。そして義元上洛を阻止すべく信長も立った。一方、大高城に入った元康はわずかな側近とともに城を抜け出していた。
ようこそお越しなされました。久松佐渡が家内お代にござります。そこでは話ができません。三つの時に分かれた子、取られた手と取った手の爪の形までが同じであった。思いがけないお立ち寄りにただただ驚き恐れ入っております。立派な大好きにお育ちあってこの母元康でござる。いいえ、竹千代様じゃ。この田様がお生まれになった時、さまざまな随傷がござりました。必ず街道一の弓取りになられるお方、こう焦ってはくださりまするな。3年5月19日、世に言う桶狭間の合戦である。吉本信長に討たれるの知らせを受けた元康は敵中突破を敢行、ふるさと岡崎の大樹寺にたどり着いた。しかし岡崎城には今川の城代がいるため、元康は自分の城に入れない。我が前途に浄土があるとは思われぬ。せっかく不その地まで戻ったというに。いやいや、元康殿、オンリー江戸権具浄土とはすなわち今は乱世、武士は己の欲のためにのみ戦って、国土は汚れている。この江戸を糸い離れて、永遠に平和な浄土を願い求め、それをなすこと。それがこの寺に身を寄せられたお御様に御仏が与えた務めかと存じまする。御仏より与えられた務め。戦は江戸に苦しむ民のためにこそなされ、一日も早く現世に浄土をお築きなされ。殿、殿、おかしなことがござります。今川の城代が城を出て戦う気配にござりまするぞ。今川の城代が、一体誰と。
ここから尾張へ攻め入る無謀を相手するはずがなかろう。とならば相手はこのわしじゃ。伊沢さん、すぐに戦の用意じゃ。はっ。うろたえるな、サクザ。たまき、この鬼のサクザ、いつうろたえた。うろたえとるのは今までの状態じゃ。殿、田中次郎右衛門、どうやらツンプに引き上げる気配にござりまするぞ。何？我が家からこの兵糧袋を運び出た時や、城内から打って出た先手はまあ良いとして、その後に小荷田が続くのはおかしいはないか。しかもその小荷田、城中の兵糧袋を空にしたのではあるまいかと思うほどのおびただしさじゃ。はて、我らを討つにそれほどの小荷田がなぜいるか。どこぞの城にまだ味方が残っておって、それを救援するための出兵では。いや、それでは出発の時刻がおかしいわ。その通りじゃ。今までは北海道を駿府に向かったのじゃ。なんと。やつらは城を捨てて逃げたのでござるよ。我らはここでほっとしてる隙を狙ってこそこそとじゃ。それでは岡崎城は明らか。そのとおり。殿。やむをえん。捨てた城ならば拾わずばなるまいの。追い打ちをかけまするか。とげ。我らはあくまでも今川家とは義を踏む者。捨てた城ゆえ拾うのじゃ。なるほど。いや、それは良いご思案。では彼女が一つ拾いに参る。すぐに勢ぞろいするよ。おお。岡崎城入城。それは苦節十年の岡崎衆にとって夢見るような出来事であった。祖父清康が築いた岡崎城が今そっくり帰ってきたのである。六歳で人質のために出られた竹千代君が今我が城の大城前にどっかりと座っておわされるが。殿、長い間のご観念その甲斐がございました。終着至極にございます。ご先代様、また阿久井におわすご聖母様、駿府に眠らせられる慶応院様、おめでとうござりまする。殿、確かに今日はわしの二度目の誕生日じゃ。じゃがわしにはやらねばならぬ大事なことがある。我が妻子と共に駿府に、父としてあるそなたたちの家族を必ずや無事にこの岡崎に迎え取らねば相ならん。その時初めて岡崎は昔の岡崎に戻るのじゃ。いっそ心を合わせて励んでくれ。太郎殿。
義元の死で我が城に戻れたとはいえ、元康は城の修復と領民安堵の再建政策の実施で休む間もない忙しさであった。だがその間にも信長からの和睦の使者が何度となく使わされていた。そして年が明けて永禄5年、ついに元康は清須の信長のもとに赴いた。よくぞ来られた。残っているぞ幼顔が。残っておるわ。一別以来11年、お懐かしゅうござる。わらべの折の思い出は格別。他人はおろか、父の位牌にも頭を下げなかった信長が元康に頭を下げた。駿府での長い苦労、時折思い出しては苦しかろうと察していたぞ。元康も時折こなた様の夢を見ました。互いに無事で働き盛りじゃ。引いたら押そう、押したら引こう、それがわらべの折の約束であった。はい、我が心にも刻んでいるところ。ただこの元康はまだ駿府に重荷が一つ残してあるというのであろう。分かっている、それを言うな。大丈夫、竹千代、明日は二人でわらべに戻って遊ぼうぞ。馬を並べて明日へ行こう。ここに織田松平の軍事同盟が成立。元康にとっても新たなる出発であった。二人でわらべに戻って、うん、一方織田松平の和睦に激怒した今川氏真は駿府に残る元康の妻子を人質とした。に対して元康は幾度となく必死の戦いを挑み、見事人質奪回に成功。妻瀬名と我が子竹千代を岡崎に取り戻すことに成功するのである。よう無事でいてくれた。ここがわしの城じゃ。竹千代、ここがお元と父の城ぞ。はい。ついに元康は今川の支配を脱した。名実ともに岡崎城の主として名も元康から家康と改め、新たなる第一歩を踏み出した。しかし新たなる大きな嵐が家康に襲いかかった。三河一向一揆の突発である。即刻これを媒介するぜ。阿弥陀如来に従うべしという一向宗が数日ならずして三河に満ち満ち、各地に決起した百姓や暴徒を加えると
その数3000を超える。無茶無本じゃ。殿、無本が起きましたぞ。殿、加賀野との一行騒動を見たとき、これは容易ならぬ戦になるかと。構わん。この際不平組の海は出した方がよいわ。じゃと言うて味方同士の戦ができるか。殿を敵と見て歯向かうやからが、なんて味方じゃ。待て、作田。阿弥陀如来がご領主かと問われて、それに迷う者が多かろうと申すが、わしの心配じゃ。阿弥陀如来とこのわしが。一向一揆の嵐は衰えず、年が明けるとその勢いは激しさを増した。打って出ればわーって引いてすぐまた押し返してきよる。まるで浜辺に寄せる波を相手に戦っておるようでの。さもあろうて。ところでの、その中にこの屋敷の金蔵と銀蔵の顔があったがの。これで三河も固まっていくというもの。なんじゃ。家康自ら太刀を振るって戦う。肝も腕も気性も領民の隅々にまで今宵の月のように染み通るであろうよ。そうか、それで読めたわ。お主も人が悪い御仁じゃ。なあに、一騎ぐらいが収められぬ男であれば松平家康滅んでいったが庶民のためじゃ。お、これはまたきつい。いつものように打って出る。家康は一向宗の一人一人に根気よく説得を続けた。そしてついに生涯一度の内なる戦いを収めることに成功するのである。御台様、赤レムガエはこれにてよろしゅうございましょうか。いよい一揆が去って束の間の休息のひとときが家康に訪れていた。そして瀬名は今や築山殿と呼ばれていた。雲が出ぬのを願うばかりじゃ。職女と剣牛の二つの星が年に一度今宵しか天の川を渡って会うことができぬゆえの。二つのお星様はさぞお美しいお方であられましょうな。そなたが彦星に恋をしてはなりませぬ。織姫が悲しむほどにの。いえ、あの竹千代様と織田の総領姫様とのお組み合わせ、さぞかしお美しいかと思いましたゆえ。織田の総領姫。はい、この春言い名付けのお約束をなされましたそうで。おめでとう存じまする。何をやる。そなた、その話誰に聞いた。はい、三の丸の次女に。見つけにしている。誰ぞある。本丸にんで梶政を呼んでまいれ。梶政、こなた竹千代殿と織田の一の姫の縁組ご存知か。はい、受けたまわっております。それならばなぜ殿はわらわにそれを聞かしてたもらぬのじゃ。三の丸の橋止めまでが存じておることを。築山殿にはいろいろと御心痛続き、折を見て世が話すと殿が申されましたゆえ、別にお耳には入れませなんだが、それもこれも殿のおいたわりかと。何がいたわりじゃ。仮にも吉本公の命のわらは叔父の首打ったお尋ねの姫なの。それを仰せられてはなりません。この岡崎では殿が十九になるまで人質扱いをなされた治部太夫様を恨んで恨んで恨み抜いている者が多ござりまするぞ。姫は、わらわの姫は敵の家などにやりませぬぞ。出し抜けにこれは何のことぞ。竹千代殿の嫁のことにございまする。おお、あのことか。いや、折を見て話そうと思っておったのじゃが。竹千代殿も織田の姫も
まだ眼前ない年、もし二人が睦まなんだら何となされまする。睦むものじゃ、男と女子というものは。いいえ、竹千代殿の幸せを念じて、家康殿の正室として瀬名ははっきりとこの縁組故障を申しましょう。お元の言うような幸せがこの乱世に許されてか。強くなければ切られ、生きるためには切る乱世。お元は今の織田の勢力を知っていやるか。存じませぬ。存じておるわ。今は家の旧敵、ただそれだけにございまする。では何で首を打たれたか、こなた考えたことがあるか。三河駿河遠江三国の大使が自分から他国に攻め入りながらなぜ首を打たれたのじゃ。織田家の気力、今川義元に立ち勝ったりとは思わぬか。その今川義元にさえ立ち勝った終わりせよ、わし一人では敵に迎えられぬゆえのやむを得ぬ事情とは表には気がつかんのか。殿はそのように弱い大将でおわしたとは。夜はのお御前、織田信長を見上げた人じゃと思うておる。駿府では松平家が落ちぶれ果てた時、世を人質に差し出せと言うてきた。今信長殿が同じことを言うてきたら何とする。それを言わず、自分の方から姫を岡崎へやろうと言われる織田信長、それでも表は不承知か。分かったの。休む間もない忙しさであった。東三河に残る今川氏の拠点、吉田田原の城を落として念願の三河をほぼ統一しようとしていた。そしてその最中、永禄10年5月、不安の種を残しながら織田の長女徳姫が腰入れしてきたのである。馬の皮一枚、トンス10貫、紅の抜き城を織り、勾配よりそれぞれ50反、萌木の組紐みすじ、これにて織田尾張の神よりの進物すべてにござりまする。母上様、徳でござりまする。幾久しく。はい、信康殿の母じゃ。よく仕えてくだされよ。はい。信康様、仲良いたしましょう。うん、遊ぼう。バカ君、捨ておけ。キアレ姫、そこに大きな鯉がおるぞ。はい。のう、大きいであろう、この鯉は。その鯉につき、主君信長より厚情がござります。うん、おう、生きた鯉を下されたか。身の終わりを貫く木曽川に運強く生き続けました恩恵い。その一つは家康の殿、一つは信康様、あとの一つは主君信長とおぼし召されて、末永くご生願ありたき旨の口上にござりました。それは何よりのご奉仕じゃ。では世も見せてもらおうか。これは見事な声じゃ。これ安政。はっ。
このめでたい恋を早速先生へ話してやれ。めでたい恋じゃ。気をつけよ。はは。榊原康政、受けたまわってござりまする。婚礼はその夜つつがなく執り行われた。しかし信長から贈られた恋の引き出物は家康の家臣の中に新たなる波乱を巻き起こした。その恋とはまさかあの織田殿の恋では。いいえ、その恋にござりまする。いやはや油の乗り切った絵も言われぬ美々にござりましたぞ。安政、なぜ和政を呼んでこい。殿、殿、和政をお手討ちになされるのか。止めるはそちも同罪じゃ。はて、お手討ちなれば何故この安政を打たせません。恋を送ったのがお気に召さねば、恋の係はこの安政にござりまするぞ。ええ、止め。殿、殿、この上を怒らせばさっさと去れ。殿、殿、お今を血で怪我して恐れ多い。石川数正はお手打ちを覚悟の上庭先から参上いたしました。止まれ。余が大切先生を安政に命じたその恋をその方一通り食わせるとは何たる不届き。この数正は殿の御ためにやり申した。相手の戯れが小尺ゆえ戯れ返してやったまででござる。その戯れが両家の同盟にひびを入れるとは考えなかったのか。この時計、殿を、殿は織田家を恐れてございます。何、控え安政。織田殿が下されたはたかが恋な。恋は生き物にござりまする。ましてあの化け物、いつかは鬱屈して死ぬ時がござりましょう。その時殿は不都合を言い立てて安政をお叱りなさる。しかも殿、死んだ恋は食べられません。黙れ。いや、そのようなものを贈る織田殿の心根が憎いゆえ、生きているうちに頂戴して恋の妙理を尽くさせました。恋めも死に場所を得たと我が腹の中で喜んでおりますれば。いざ。うるせえ。なげ。水。戦場で命を捨てるならとにかく恋一匹のために死ぬが悔しくはないか。殿、戦場で死ぬは安いが、普段の方向に命をかけるは難しいものと我ら父者に教えられている。余は恋一匹のために切られるが方向かと聞いている。数正が切られねば、いつか誰かが命を落としましょう。なれど大切なのはその上にござりまする。何、恐ろしいと思う相手からの贈り物ならば、恋一匹と家臣一人の値打ちの計算もできなくなる。そんな殿では大きな志は遂げられません。たとえいかなる御仁の下され者であろうと、恋は恋、人間以上のものでないことをご分別くだされませ。言うたな。殿の命に背いた戸川は消えません。数正をお切りなされて、以後迂闊な命令をお出しなさらぬよう、ひとえに願わしゅう。取り消さねばならぬような命令は出すまい。今日の取り消しは笑って済ませ。殿、
以後恋は恋として扱え。ははの婚姻により一層同盟を固めた信長と家康は戦国の世に大きく羽ばたいた。信長は長子奇妙丸信忠と武田信玄の姫を結ばせると、永禄11年9月足利義昭を擁して待望の上洛を成し遂げた。一方家康も武田と今川の医療分割を話し合って先陣にあった。初恋の人亀姫、今は飯尾武前の御家が守る菊間の攻めである。御前様、御前様、家の子は皆生きやったか。はい、御前様の別れに涙ながらにて。大儀でした。そなたも生きなされ。早いなよ。御前様、はい。かつての亀姫、家康の初恋の人は立てこもった櫓とともに一片の骨もとどめず我が身を焼いてのく。亀殿、家康は吉良御前が散っていった引間野に新しい城を築こうとしていた。後に徳川の本城となった浜松城である。この櫓あたりでござりましょうかの。吉良御前が土に変えられた。いやー、しかしまっこと烈女でおわしました。作さん。はい。この梅は切らしてしまえ。よう、切るに及びますまい。人事をよそに咲く花、見事なものではござりませぬか。殿には少しそこにかけてお休みなされませ。今麦をお持ちしましょう。そういえば喉が渇いた。はい。おい。は。麦湯にござりまする。亀姫。うん。そちの名は何と申す。はい、愛と申します。お愛というか、して誰の娘じゃ。はい、西郷弥左衛門が孫、義勝が妻にござる。義勝が妻であったか。お愛、後に二代将軍秀忠を生んだ側室西郷の局である。うまかった。もう一杯して申しよう。作さん。はい。何が欲しい。頼む。
元年4月、織田徳川連合軍は家畜の進撃を続け、朝倉攻めのため越前へ向かった。信長殿、本陣と受け玉は信長殿にお取り次ぎを通せ。浅井が寝返りよったぞ。進撃中止。浜松殿はじめ所掌をするに。何しようの。この伊藤佐と申したな。要件は申すのよ。聖書を返しに来たのであろう。なぜ。まず工場。浅井織田両家の交わりはこれまで。聖書返却の上、改めて親方に一死を報い申すの工場でござります。本大将、何事でございます。震えるな、土佐。立ち返って浅井長政に申せ。信長の大義と違うて、うぬの義は井の中の蛙の義じゃとな。では確かに聖書を返し申しまする。受け取った。者ども、使者に湯を振る舞え。大将、浅井が寝返りよったぞ。お大将、いかがなさいます。前面にわざわざ敵を誘い出し、いよいよ越前の精鋭とこれから遭遇戦になろうとしているときに、ここで引っ返しましては相手は斜面に進撃していきましょう。その時は地に明るい浅井の視力が大量立ってくるは必要かと。殿、浅井が浅倉に立ちましたと。殿、何となされます。まず丸く座れ。話は聞いたである。まさかと思ったが、後ろに敵を受けた。信長ほどの者が朝倉連れに追い打ちをかけられたとあっては、末代までの恥辱。運は天に任せた。一気に一条方には決戦を挑んでいき、朝倉を壊滅で引き返し、浅井を撃つ。泣きときは進んで討ち死にを心に決めた。よかろう。千代方には人もみに揉み潰せ。まさにそれより他に手はあるまい。織田の館、しばらく浜松殿は俺の意見に反対か。織田殿らしからぬご短慮かと存じます。聞こう、どこが信長らしくないというのだ。浅井長政がなぜわざわざ聖書を返してよこしたか、信長殿はこの事実を何と返されます。一にも二にも義理を唱える浅井親子の小尺な癖じゃ。さらば、その律儀な気性にお目を止められません。うん、思うままを申されよ。信長虚心に受けたまわろう。信長殿の敵は一個の朝倉ではござりますまい。もしこのまま長大臣となれば、今日も岐阜も心もとない。ここは進撃と見せかけて、直ちに兵を引かせられません。家康の見るところ、浅井勢はまだ我らが軒口の固め十分とは行くまいかと存じます。何、律儀者の戦はとっさの疾病には手間取るもの。まして聖書を突き返さねば済まぬと思う、その心に味方の活路がござりまする。及ばずながらこの家康しんがりを務め、朝倉勢をあしらいながら京へ引き上げてご覧に入れましょう。どうだ皆、浜松殿のご意見何と思うぞ。大将、ここは浜松殿のおっしゃる通り、寸刻も早く退くべきかと心得まする。権力は何と思うぞ。拙者は反対でござる。朝倉原を恐れて退いたたれば、皇后の異例が行われますまい。その方は木の下と同じ。さあご決断を。先ほどの使者は小谷の城へ向けて早馬を飛ばしてござりまする。すぐに引き返せば、浅井勢はまだようやく城を出たか否かにござりましょう。よし、出直すのだ。出直して討ち取るに何の部門の恥辱があろう。
信長は子孫のわす京を預かる身であったわ。よい。お大将、浜松のバカにはとりません。何とぞこの秀吉に信頼を仰せつけくださいませ。見事その方に務まるか。ご案じなさいました。この秀吉には地方の泉がございまする。抜かしたな、猿目が。はい。では浜松殿、今日で会おう。お大切に。さあ、ここはこのまま即刻陣払いじゃ。岡崎では信長と結んだ夫家康を非難し続ける瀬名が、その寂しさ悔しさから家臣大賀弥四郎と越えてはならない一線を越えていた。弥四郎、許してくれ。あれじゃが、これはそなたが悪いのでも、わらわが悪いのでもない。みんな殿が悪いのじゃ。お案じなされますな。この弥四郎が腹切れば、この世にこの不始末を知る者はおりません。そなた、わらわのために腹を切るとか。はい、確かに奥方様には殿のお名を呼ばわれておられました。いいよな。いえ、お聞きなされてくださいませ。奥方様には殿をまことに憎まれてではなく、殿をお慕いなされるあまりのおっしゃりよう、我が腕の中にて殿を呼ばわれるお声にて分かりましてござりまするが、ただあまりにもおいたわしく苦しく、それがこの社の目になしてはならぬ大罪よ。に思いまする。では切腹の日、何とぞお許しのこと。なりませぬ、なりませぬ。弥四郎は瀬名のために死ぬ気になったそなた。瀬名のために生きてくれ。瀬名はそなたの他に心許せる者はいないのじゃ。奥方様、すべて捉えました。いざ浜松殿にもお引き取りを。木下殿、いや朝倉勢の追い打ちはこの家康が巧みにさばいてみせましょう。ありがたき幸せ。右翼の陣じゃ、右翼の陣じゃ、せ右翼の陣じゃ。ご講師は肝に銘じましたが、この儀ばかりはご辞退申す。いざお引き取りを。すると木下殿には、それがしがいては軒戦の邪魔になるとでも言われる。それがしの命もわからぬ難しい戦ゆえに、お引き取りをこのように願うておるのです。これは面白いことを聞くものじゃ。浜松殿、私は足軽の子ゆえ命は軽う扱いまする。どんな戦でもいよいよとなれば、自ら進んで七に身を投じましょうが、浜松殿はご名門ゆえ、私のように軽々しく動くものではございません。はい、それがしの手勢はたったの700。越前の大軍を前に玉砕しても押しゅうも何ともございませんが、浜松殿はこれからどれほど伸びるかわからぬお方。そのお方にもし万が一のことがありますれば、我が主信長殿は笑われ、この秀吉も
地獄の閻魔大王に叱られまする。まずまずここは秀吉のそろばんにお従いなさいませ。木下殿、でもお主の言葉に従って先に引き取ろう。我らが無事に通ったらお主も安堵してのくない。きっとこぼしての、これは千万かたしけない。では今日で。三河勢の進化を天下に示す戦さ。ひるむな。第一次朝倉攻めの失敗からおよそ1ヶ月、家康は信長と共に第二次浅井朝倉攻めにかかった。姉川の合戦と呼ばれたこの戦、家康は信長にその実力を見せるために戦い、信長は家康を意識において戦っている。男対男の別の勝負を裏に隠しての戦いである。そして戦は信長家康の連合軍の勝利に終わった。小田原の北条氏康が死んだとな。昨3日のことにござります。これで甲斐の武田が動くと見るか。されば後を継いだ一州氏政は信玄の娘をめとってるゆえ、信玄と結ぶことは明らかかと。信玄め、これまで相模武蔵の北条勢に割いていた力を何の心配もなく遠江へ投入することができるようになったわけだ。は、問題はいつ家康が西へ向かう武田の大軍を迎えるかということじゃ。銀蔵、はこのこと直ちに織田と徳川へ知らせよ。は、信玄の策略がすぐに実るとは思われぬが、信長は叡山の焼き討ちをしてのけたばかりじゃ。物敵を叫ぶ一向衆との争いで武田の大軍が侵入する家康へは当分の間兵を避けまえ。いずれにしても武田からは目を離せんな。運命は人の力で動くや否や。恐れながら人の動きにつれて動く運命と、運命につれて動く人生があるかと存じまする。運命を絶対と見ればそれは一つの諦めに通ずるかと。それは世に仕えることを決めた時の措置の考えか。たとえ世間の目にはどう映ろうと、愛は殿を信じ我が奉公を信じております。自分を信じて動くほかはないとか。はい、お許しなされてくださります。いや、それでよいのじゃ。通れても通れなくてもよいのじゃ。我が欲するままにここは道を行くべきであろう。本田作左衛門様、お見えでございます。おい、お呼びになりました。そこ作左、余は我慢がならん。枕をまたがれて黙って通したとあっては松代までの恥じゃ。
これはお忙しいが何のことでございますよ。武田信玄が軍勢のことじゃ。異論はあるまいな。異論があると申せばお聞き入れになるつもりで。武家あったら申せと言ったまで。決定は読ませることじゃ。お言葉ありがとう存じまする。いやその一言を受けたまわれば何も申すことはございません。殿は死ねと仰せられる場所で皆それぞれが死んでまいりましょう。なぜみんなが死ぬと申す。生死のことは神仏に預けおいてやるべきことをやっていくのじゃ。が殿、いやこれは作座の取り越し苦労でございまするが、織田の遠兵もこのうちに危険を求められねばよいがと。甲州勢は一人も通さぬ覚悟じゃ。よし、これで決まった。元亀3年10月3日、大軍を率いて航空を発した武田信玄は、途中から合流する諸将の兵と合わせて10月10日には東東海へ進攻を開始した。その進軍は一つ一つ碁盤に石を置くような的確さで多々羅飯田の2つの城を落とし久能城へかかってきた。もしもし、いずこよりの中心像。しかし殿のご先祖申し上げます。武田方の山形三郎め東三河より侵入、我ら奮戦中にござりますれど、偉大なの砦では防戦の力を得ます。山形が手に落ちましてございます。殿、これは浜松に向かうはずの織田が遠兵の通路を断つための作戦。分かっておる。この者を休息させよう。はっ。織田への使者を立てよ。援軍到着まで家康、一歩もこの本陣を引かぬと我が決意を織田の館に告げさせい。いつい戦運は冬の足音とともにいよいよ気球をはらんで浜松城に接近している。だが信玄はまだ家康が運命をかけて決戦を挑んでくるとは思っていなかった。信玄の傭兵は驚くべき緻密さをもって上洛の道筋にある家康の本城浜松城の出城、ダミネ、筑出、長篠の三城を攻略した。これが落ちると当然のこととして徳川の家中には動揺が起こっていった。殿、これで二俣城が敵の手に落ちるようなことがあれば、もはや我が浜松城は武田勢の前に裸同然。あくまでも武田に立ち向かうとあらば、ここは城に戻って牢城の手配りも寛容かと。たわけ、食い止めずしても一戦することにこたびの戦の意義がある。恐れながらそれはあまりにも無謀かと存じまする。黙れ。余が牢城すれば信玄は黙って我が目の前を通り抜けていくだけじゃ。殿、織田方より未だ援軍到着せぬは我らを見捨てたと思うほか。兄忠世、織田の館には将軍家義明公の策動により本願寺、そして朝倉浅井の残党から三好松永にまで戦を仕掛けられ、全てを敵に回す恐れのある時、決して我らを見捨てたのではござるまい。ともかく殿には一時も早く浜松城にお引き上げありて新たなる戦列を引かせたもうことこそ寛容かと。ならばここまで来た者が引けると思うか。もし皆が決戦を避けようというなら、余は今日限り軍事を投げ打って駿河になるわ。そのほど余に髪を下ろせというか、余を捨てよというか。いいか、武田の軍一兵たりともここを通してはならんぞ。その翌22日早朝、武田の大軍は粛々と天竜川を渡って三方ヶ原にかかると、信玄はどこまでも用心深くそこで物見の報告を待った。
申し上げます。浜松が旧隊の総力は横一人の閣議黒陣に構えて我らを待ち構えております。何、死にに来たか。知る足らずと申しましょうか。この大軍を前にして閣翼の構えでは旗色が揃うはずがござりますまい。そうか、やはりのう、まだ若い。お合戦なされませ。わざわざ負けに出てきてくれたものを避けるにも及びますまい。お主、担当で薄衣を破ると同じ、一重で炭火は包めませぬ。よし、小山田信重から行け。疲れたらすぐに下がって入れ替わりかかって行け。あ、いざ承知。鶴の翼と書いて閣翼と読む。鶴が翼を広げたごとく横一線の備えを閣翼の陣という。これに対して信玄は、どの一帯が敗れても断じて本陣には敵を寄せつけぬ鱗重ねの様を持つ重体魚鱗の備えであった。殿、もはや双方の距離は半里ほどに迫りました。かかりまする。まず石川数正が陣から鉄砲を撃て。それを合図に全軍で打ちかかれ。死に物狂いじゃよいか。はあ、行くぞ。なりませぬぞ。忠次、なぜ戦列を離れてきた。お叱りは覚悟。この乱戦、飛騨を進めては敵味方の区別がつきませぬ。ここを死に場所と戦う我ら殿にあってはどこまでも家中に入ってはなりませぬ。小坂氏、秀田佐久間の領勢、小山田の一帯に無念の敗退。甲斐なき織田の方々、言うな。今までの甲斐を聞け。全面の徳川家康とその機関に悪
山形勢がその退路を断って閉じ込みましてござりまする。看護、この機会を逃すな。は、崖へ追い落とすのじゃ。は、これで今日の戦いは終わった。松井正義、城内よりお迎えに参上。この乱戦に義一人が生きて戻れると思うか。喫緊に流行って全軍の指揮を忘れて何となされる。小賢しい、話せ。無関はいたさん。それがし殿の名を名乗る作田先生。よし、話せ。な、何をする。話せ。家康が浜松城の城門をくぐった時、家康の名を名乗った夏目正義はこの世の人ではなかった。殿、ご城内でござる。馬を降りられませ。殿、殿はご覧出されませ。馬の蔵つぼに切ない嘘を漏らしてござるわ。ああ、草や草や。たわけ、これは腰につけた焼き味噌じゃい。たわけたこと。王手を守れ。はあ、本当だな。そっちは結果じゃ。承知。よいか、城門を開いておけ。そして戻る者の目当てになるよう、あれだけの負けてかがり火を焚け。はあ、拉致もない戦をした。余はしばらく休む。よいか、代わり火を絶やすな。そして太鼓を打ち鳴らせ。はっ、せい。はっ、眠ってござる。いびきでござるが、これはいかにもいびきでござる。かかり火を。呆れ果てたもんだ。真昼のようにかかり火を焚いて城門を開けっ広げだ。すぐ起こして指図を待たねば。指図は受けたまっておる。それゆえわしはこれから最悪棒に打って出る。何、
また撃って出られると。城下に乱入した敵の背後から鉄砲でも浴びせてやらねば主命に戻るわい。忠世殿、鉄砲足軽をお忘れくだされ。いや、わしが撃って出る。作田殿は殿のおそばに。そうか、見られ全力を尽くして戦い、全力を尽くして眠る殿に生も死もない。これが親方の性根であったのよ。この太鼓と篝火が一気に城へなだれ込もうとした武田勢の足を止めた。もはや残るものはないと見えた城が活気をはらんだ生き物のように見えたのである。世に言う三方ヶ原の戦いは家康の生涯唯一の負け戦となって終わった。しかし敗れたことを明日への力とし、家康は再び乱世に立ち向かおうとしている。戦国の収束と太平将来、それが家康の悲願だからである。